フランク・バンデンブルックは、ベルギーへのオーシュームスクロン出身の自転車プロロードレース選手。1994年のデビュー以来数々のタイトルを獲得してきた一方でドーピング騒ぎを、はじめ数々のトラブルを起こしてきたことで有名。プロ選手であったおじのジャンリュックの縁で1994年にロットでプロデビューし、翌年90年代最強チームであるマペへと移籍。 AS であったヨハン・ムセウのアシストとして経験を積んでいく。1996年の GP 西フランスプルエでの優勝や1997年のツールド、ルクセンブルクでの勝利など中堅レースで活躍。そして1998年にパリ・ニースで総合優勝。さらにヘンとウェベルヘムも制して一気にトップクラス選手の仲間入りを果たす。 コフィデスに移籍した1999年はチームのエースとしてセミクラシックのオムロープヘッドフォルクで優勝。さらにリエージュ・バストーニュ・リエージュでも優勝。加えてブエルター・エスパーニャではステージに賞を上げてポイント賞も獲得。年間を通じて大活躍した。世界戦ロードでは鎖骨を骨折しながらも8位に入った。しかし2000年に パリニース開催前に突然出場をキャンセル。その後のレースでも全く活躍できない状態が続いた。翌年からランプレー移籍したが、チームのトレーニング合宿を無断欠席した上、音信不通状態になり、当然の結果として7月に解雇されてしまう。2002年にはドーピング検査に伴う警察の捜査で自宅からエイポをはじめとした。 禁止薬物が発見されてチームを解雇。さらに飲酒運転で逮捕されるなどトラブルが続く。しかし2003年のロンドファン・フランデレンではペーター・バンペテヘムに最後の上りで引き離されたものの2位。復活のきっかけをつかんだかに思えたがチーム監督のパトリックル・フェーブルから努力が足りなかったと評されたことを理由にチームを辞めてしまう。2004年も 発砲騒ぎを起こすなどトラブルが絶えず、ファッサボルトロを途中解雇。ミスターブックメーカーと契約したが、2005年のパリ、ニースを食中毒を理由にキャンセルするなど、相変わらずの態度が続き、2006年7月には妻と喧嘩になりまたも、発砲騒ぎを起こし、とうとう8月にチームから解雇。プロフェッショナルコンチネンタルチームのアクアッサポーネへ移籍した。 しかし膝の故障に悩んでいたこともあり、まともな活躍がほとんどできず、精神的に不安定な状態が続き、2007年6月6日に自殺未遂。幸い意識は回復したもののこの騒ぎでまたもチームからは解雇。2008年には三菱ジャルタジと契約したが、チームは UCI から UCI プロツアーのワイルドカード参加資格を与えるには、 バンデンブルックを参加させないことが条件という異例の注文を付けられ、結局4月に双方の合意のもとで契約を解消した。2009年10月12日、決戦症のためセネガルで死去。サイクリングニュース2009年10月12日付記事。ありがとうございます。